作れる。すごいです。肉料理ってあれだな。いい機会だから。なんでこれで切れとったんだろうって思えるように。好感度上げに来てません？はい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりだね。1ヶ月ぶりぐらい。子供連れてきましたよ。視聴者の皆さん、お前出てほしい出てほしいってみんな言ったよ。そうせ。ちょっとね、今回ちょっと子供をね、出そうかっていう話をしとったんですけど、子供の顔があんまりにも散らかっとるから、前そうだと。で、散らかってるって言ったらミッキーさんしか言ってくれないから、やめてもらって。散らかってる。ミッキーさんのことよく散らかってるって言ってくるんですよ。どういう意味かわからないんですけど、散らかってるみたいな。散られてる感覚になるし、寝てるから、寝てるから。みどりちゃんに預けて、みどりがミルクあげてる。ミルク。それは好きやから、来た瞬間にわーって仕事もしんどい。そうせ、囲んでますね。ママが一緒だからね、ここ。ママが、お兄さん3人のママだ。プラス、1人はもう生まれて、今復帰してまだ半年だね。もう1歳で生まれる。で、もう来月生まれるから。2ヶ月後か。2ヶ月後か。2回同時ってあれだろうな。いい機会だからと思う。誰がスタートか分からんけど、ミオもミッチもいるしな。子供できてってしたら、で、事務員さんも子供できてってね。みどりが開始募集中でございますので、はい、みどりが年下に人気らしいんで。ああ、年下やな、あいつは。なんかめっちゃなんかやってる、ちゃんと。はい、どうですか。俺でもこれはショーにさ、聞いてさ、悪口って言ったいや、なんか逆だったよな。いつも言ったら悪口しか言わんけど、うん、悪口っていうか、まあ、愚痴じゃん。どう見ろ、どうせうるさいとだろうって言ったら、そうそうですよ。それ変えましょう。昨日なんか、まあ、本当に、まあ、ちょっと全然ですよ。めちゃくちゃ良くなった。何ちょっとなんか言いたそうですけど、いやいや、ちょっと立場逆転とはないですけどね。それちょっとね、なんていうんですか、全然いいです。奥さんは、あ、それはいいです。嘘つけんなお前、ガチガチ。最近僕の方が強いんで。じゃ本当にマジ成長したんですよ。そうやって言ってることしてるからもうダサいからな、はい、俺の方が強いんでって。だからお前本当それダサいんだってマジで。そういうところが、いやまだダサくないです。本当はしも関係じゃねえからこいつ心配やっていいな。ダサーと思うもんね、そういう言い方が。俺の方が強いんでって言ってるやつがもう大体弱いから。そうじゃない、自分で冷静に考えて。ダサいですね。ダサいだろ。ミオは絶対表現してうるさくなるぞみたいな、これから賞きついぞとか言っとったけど、マジ逆、あっちが強くなってるから立場逆転してるんです。お前にとって何、賞はストレスだ。でストレスとかじゃなくて、ミオがもともと別に強いわけじゃないけど、もともとも別に向こうがちょっと強いんだよ。違う、優しいからミオのわがまま聞いてくれる。確かにあるけど、わがままはいい方だよ。そうそう、いい方だ言ったって聞いてくれてるけど、立場的には向こうが上なんだって基本的に。ああ、なるほどね。そう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 、こっちの言うこと全部聞くとかじゃないから、向こうの方が立場上だったんだけど、それがさらにもっと上になったってだけで。そんな上になった、それが強くなってる。この手伝いとかやってる、お風呂上がり出してくれたり、ミオが見たのを。そういうのもっと手伝ってほしいとかない、うん、ない。僕も多分あげる。だってミオがそれプラスだってやったのもさ、ミルクあげるぐらいじゃん、うん、あと別になんか日中仕事行ってるからさ、寝てる赤ちゃんをあやすだけだし、帰ってきてからみんなってミルクあげるか寝かせるかお風呂、この3つしかない。ずっと子供とお前に休まないわけじゃん。で帰ってきたら子供を世話してよ、うん、あしてくれるし、くれる世話っていうか遊んでくれるし、見とくからご飯作ってくれていいよとか、うん、見とくからお風呂入ってきていいよとかしてる、うん、いいの、上がってますよ。でなんていう、自分つく携帯だけとか、うん、子供無視とかじゃないから、うん、夜泣きとかあるだろう。夜泣きはマジで起きに欲しい。子供は翔さんが起きに欲しい。翔さんが起きに欲しいっていうこと。敏感だから翔さんって、敏感じゃ寝てるだけある人、うんうんうん、そう俺一緒に添い寝してるよ。俺も敏感に言っとくよ。お休みねって言ったら、めちゃくちゃ俺やばいですよ。敏感だから、敏感同士って、うん、でちょっとしたそこの子供の泣き声とかでピンと起きちゃうタイプでしょ。翔さんもそのタイプで、夜泣きなくてもミルクの時間って3時間くらい起きるから、うん、1時とか4時とかも起きたりするときに、こっちは泣かせたいのがちょっとある。あ、うんうん、だそんな翔さんが起きちゃうから、逆に起きてよってな、手伝ってよとか。お前も寝なあかんわけじゃん。寝てるもん、そのすぐミルク見て、たまにミルク開けながら寝ちゃってるし。ほんと、そうそう、別に開けてすぐ 寝てって一緒に寝たりしてるから、別に寝れてないってわけじゃないから、ね、どうかんだ、いいかんだって、お前てるよね。爆上がり中です、今。爆上がり中、大丈夫、大丈夫。22歳、
22歳も22歳ママです、マミです、一児の母です。寝てる、ちょこちょこ寝てる、子供と一緒に生活する、子供が寝ちゃったら一緒に寝ちゃったりするし、でも基本的にはみんなも今の会社休んで、本当に子供生まれたら仕事してるからね、自分が全然穏やかやから、俺びっくりしたもん。だって本当にだって生まれて初めてだから、うん。そうだよな。初めてだ。はい。久しぶりだ。今日は久しぶりじゃなかったけど。あ、そうだよな。もう初めてじゃん。僕一回会いました。俺本当初だ。初めて。いや穏やかよ、ね、思ってる。優しくなったかもしれない。化粧は？いや違う、性格も優しくなってる。なんで？いや本当に思う。好感度上げに来てません？いや、自分で言ってたのが、前までだったらこれクソ腹立っとったなって思ってたけど、なんか翔さんの発言とか、翔さんの行動とかで、これ前までだったら妊娠中クソ切れとったなと思って、なんでこれで切れとったんだろうって思えるようになったの。あ、そういうことだ。ちょっと子供には優しくなるじゃん。だからそのまま優しくなっちゃったのかもしれない。お前は犬か。そう、子供に優しくなったから翔にも可愛く見えてくるんだ。可愛くっていうか、でも翔は言ってたよ、本当に全然なんですよ、逆に良くなったっすね。めちゃめちゃ家に心地いい人だな、言ってました。みんなミオが切れるみたいなキャラを作ってるから。いや、普通は大体そうなんだよ。出産もマジ痛くなくて、なんか言ってた、誰か言ってました、誰言ってた。そうそう、死ぬかもしれんっていうふうに言われたの、マジこんなのにちょっと。そうそうそう、本当に。あ、まだ来たんか、電話で。あ、かもしれん。マジでビビ散らかしとったのに、出産前は。ビビ散らかしとったの。本当に。だってみんな、みんな痛いとか言ってくるから。いや、男が体験したら死ぬぐらいのあれらしいですよね。そうそうそう、そうそう、そうそう、そういうのも言うじゃん。これ炭水化物だよ。痛み無理だし、余裕すぎて、そう、痛みとかなさすぎて、ガワガワじゃん。子宮開くのにはめっちゃ時間かかったもん。そう、12時間だから、陣痛来てから。あ、マジで時間はかかってるんだけど。陣痛が来てからあそこ開いてくるんだ。なんだ、陣痛が来る前に子宮がちょっと開いてって、うん、開いたら陣痛が来るみたいな感じなんだけど、陣痛が弱くてもいい、うん、だから全然痛いとかなくて、痛みが波で来るんだけど、うん、もう波で痛くないとかずっと寝てるし、寝てるか息をついて吐いてしてるかみたいな。あっていうのないんだ。だからなんかミオの前後に人がいたの、産んでる人が。前の人はなんかうなるかのように痛いみたいな。そう、10時間の間とか陣痛が来てる間じゃなくて、もう産んどる時になのかな、今言って。そうそう、ミオの後の人は襲われたのかなってキャーって叫んでたの。そうそうそう、本当に。なんか大丈夫と思うぐらい。そう、お前だよ、声出さなかった。こっちは声出すタイミングいつってぐらい声が出んくて。そう、なんかもう本当にあんこ踏ん張ってる感じ。ちゃんとか言えよ、お前母親なんだよ、お前。いやいや、そういうこと疲れよ、お前。うんちの便も踏ん張ってる感じ。ちょっと便秘になってちょっと頑張って力持ってやるじゃん。お前出るからついや。じゃあ、本当に本当に痛くなかった。あ、出たのみたいな。麻酔しちゃったんちゃう。麻酔してない、麻酔はその切る時だけ本当したけど、あとはマジ麻酔とかなくて、なんか寝てるか息を吸って吐いて力んでってしてるかみたいな。そしたらもう頭出てきてるからね、先生呼ぶねって言って、先生が来て麻酔打たれて切られて、でそのまた力んでの繰り返しして、はい出てきたよみたいな感じ。そのマジでマジでマジで。そう、痛かった？ちょっとどうなんだろう、みんな。ちょっとみんな聞きたいから。いや、みんなは痛、なんで痛くないんですかって言ってくる。痛かった？声出た、って出た。お、マジ？あ、結構じゃあ、なんざんだ。マジ？あ、マジ？あ、ってならなかった。あ、そう。食べるならもう鼻からスイカが出るよ。そのためは絶対違うな。だけど、めちゃくちゃ痛いんだよ。どういうみたいな。たまに動くでも出られたいじゃないか。あ、マジ？あ、もう死んだ。腰は痛くなった、確かに。そう。だけど普段から腰痛いから、そこまでなんていうの、影響はない。マジで、すごいね、お前。だからもう逆に2人目とかも痛いな。1人で全然病気にしない。
2人欲しかったけど、1人でいいかなと思って。なんでじゃあ、これまだ産んだばっかだから、年が明けてきたら欲しいってなるのかもしれんけど、そういうことな。ちょっと今は1人でいいかなって、年後はちょっと無理です。人間ってすごいな。人間が作れるのすごいです。女の人ってすごい体作れる。すごいよね。人間を作って出してくるんだから、やばいね。やばいっす。はい。そうか、でもショートはいい感じだね。強いからね、向こうは。パパが絶対の世界で来てるから、今それが翔さんと絶対ぐらいの感じになってる。いろんな家庭があるけど、そうだね。想像と全然違うわ。だから多分本当にね、みんなそうやって言ってきてたけど、しかもカメラでもミオが強いみたいな感じになっとるから、うん、もうなってますよ、YouTube の視聴者さんは。翔さんがなんか猫かぶって動画だと弱いアピールしてくるから嘘ミオが強いみたいな。実際的にはガチでミオの方が弱いし、ああミオの方が優しいし、あ、じゃあ今度その、子供をこうね、今出すのは今度家族団らんの時、家族団らんの時にしようかみたいな。多分その時でも翔さんは俺が弱いみたいな。ああ、そうかそうか、もうカメラも回ってるから。そうだよ、アピールすごいから絶対アピールすごい。うまいな、うまいっすよ。だって尻に敷かれてる旦那タイプを演じてるじゃん。演じてる、演じてる。逆です、逆ですっていう、こっちが全部言うこと聞いてますってぐらいのレベル。翔さんが強いし、なんか負けてない翔さんが。いい関係やん。でもどっちが強いどっちが弱いとかないんで。ちょうど前は思ったもんね、翔さん。全然ない、それは。まあ、幸せさんも一緒だな。共演者だって。いや、全然逆に良くなった。はい、まあ、あんまり面白い絵は撮れませんでしたが。いいように変わってきて。いい人になっちゃったら面白くない。で、どうするの、まあ、考えられるかもしれない。社会復帰を考えるのか。でも、外には出たいからね。まあ、そうやな。YouTube はちょっと時間短縮でやってみてほしいな。撮影の時だけ動画にして、二人体制で。また、いろんな動画がちょこちょこ出てくると思いますけど、ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。せーの。